小太郎塾やつ教室です。今日は生徒さんからのお声をいただきましたので、ご紹介させていただきます。宮本中の3年生の生徒さんからです。定期試験で数学の点が44から70に上がり、進研テストの偏差値が35から50になったというお声をいただきました。ありがとうございます。この生徒さんはですね、しっかりとですね、宿題ですとか課題をこなして、点数を上げることができました。また高校に入ってもですね、続けていただいて、最高順位が確か1桁ですね、学年1桁まで上がった生徒さんですね。非常によく頑張っていただいた生徒さんです。